挨拶ロストインパラダイス、どうも黒です。というわけで本日も始まりました、面白い作品をより面白くするための考察チャンネルのお時間でございます。前回前々回の前後編動画ともに高評価1000超え、ありがとうございます。まだ見ていない方は固定コメントからぜひそちらの動画から見てください。今回の動画も最新178話までの内容を含みます。単行本派の方、未読の方はネタバレご注意ください。そして今回もなかなかの衝撃情報、公式の恒例のやつです。第178話というよりも第179話よりかなぐらいな内容まで行っちゃっておりますので、次の第179話の情報をちょっとでも知りたくないよって方はジャンプ17号が発売されてからこの動画を見てください。もうね、今回の情報には目を疑いました。改めてさすがジャンプ編集部だなぁと思ってしまうような内容、むしろこんな不意打ち方法で来たかと笑ってしまいました。それが今回のジャンプ掲載の読み切り、協力型 RPG 絆パーティー。呪術回戦と関係なくないと思ったそこのあなた、ジャンプ編集部を侮ってはいけません。ここの421ページの余白、週刊少年ジャンプ第17号3月28日月曜日発売、乙骨 VS 石氷佳境、決戦を制するのは、うろやられますね。もう誰が想像できたでしょう。巻末の事後予告とかではなく、この読み切りの余白の間に仕込むというね。さすがはジャンプ編集部、もう僕らの考え及ばないレベルのところにぶち込んできましたね。ということで、それも踏まえた今後の展開考察。第178話の引きで、領域展開の三重奏、石氷龍、乙骨優太、うろたか子3人が同時に領域展開を披露しました。3人同時に領域展開をした時の勝利条件がどのようになるかわかりませんが、もしかしたら乙骨優太の外付けの術式っていうのは、後天的にリカちゃんを通して乙骨優太が得た力だとしたら、乙骨優太のそもそもの体に刻まれている聖徳術式はまだお披露目になっておらず、領域展開後のデメリット、術式が焼き切れる、これが乙骨優太だけ焼き切れたものの、もう一つの術式によって勝利するみたいな考察をね、今現在はしてるんですけれども、今回のジャンプの余白で乙骨優太 VS 石氷龍という風に書かれていたので、あれうろわと、ということでうろたか子はこの領域展開によりやられてしまうというかことが予想できると。そしてこの石氷龍と乙骨優太の戦いになるということで、以前こちら、石氷龍は人生におけるデザートがなかった、乙骨優太が石氷龍のデザートになりうるのか、もしかしたら最後に乙骨優太が石氷龍を撃破して人生を満足した石氷が乙骨優太にポイントを譲渡する展開も来るかもしれないっていうことを考察しておりました。おそらくこの二人の戦いになるということで、その考察も現実味を帯びてきたような気がします。なのでこの後の展開としては、石氷龍と乙骨優太がぶつかる、乙骨はどちらにせよ勝利すると思っております。そして乙骨が今現在の状況、現状で勝利をしたとしても、乙骨ユタドルーブを倒した後35点だった、クロール氏を撃破して5点追加されて40点現在持っております。で、石堀は77点、ウロタカコは70点ということで、今現在どちらを撃破したとしても5点5点で50点になってしまいますと。で、乙骨ユタ君はですね、ちょっと前に僕一人で400点取るみたいに意気込んでましたけれども、今の状況だと一個もルール追加できずに終わるというような流れになってるんですが、この後ですね、以前からももう結構言ってますよね、リンゴン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 と、この後乙骨優太と石氷が最後ぶつかって、まあ石氷が多分やられると思うんですけど、最後伏黒とレジー戦のように瀕死の状態の石氷が、乙骨人生の最後に楽しませてくれたじゃねえかと、そんなようなね状況になってる時に、リンゴン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 とルール10が追加されましたと。ルール10っていうのはね、火車と虎杖が追加したルール、他プレイヤーに任意のポイントを与えることができるポイントの譲渡、これが最後にリンゴンリンゴン追加されまして、メイドの土産だ持ってけみたいな感じで、石氷が77点を乙骨ユタに譲渡したことによって、77点を得た乙骨ユタは無事100点を超えることができ、仙台コロニーはルール追加をして終結、この流れになるんじゃないかと今のところは予想しております。そしてここでルール追加をするルールっていうのは、以前からもお伝え
していたように、乙骨の考えている追加ルールの4つ、伏黒くんの提案した2つのルール、コロニーの出入り、連絡手段の確立、この中のどれかだとは思うんですが、ポイントの譲渡は虎杖と火車で追加されることにより、おそらくこの後はコロニーの出入り、これを追加するんじゃないかと思っております。さらに言ってしまえば、そのルール追加っていうのは、開示ルールではなく、非開示ルール、知る人のみぞ知るみたいな、乙骨が他のね、プレイヤーが結界から出るのを防ぐために、非開示でルール追加をしたんじゃないかとも思っております。ただね、もう今回のもう恒例というか、ネタバレ事後予告、まさかのね、ジャンプ掲載の読み切りの余白にぶち込んでくるという、もう、ジャンプ編集部は侮れないという内容でございました。もうジャンプ編集部の方々、予想の斜め上行くよねって思った方は高評価、コメント、そして僕の動画投稿のモチベーションが上がるチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。考察最高。では。